どうも藤田です。はい、ということでね、第87回となる今回は、スカイキッドのラスト5面を3期以内でのクリアにチャレンジしますということですね。スカイキッドの最終面の方って超やばいっすからね。どうなっていくのか、今回の成功報酬はスカイキッドにちなんで、うどんでスカイなどの JAL の機内で提供される機内食用のカップ麺4種をいただけるということです。こちらですね、この4種、そばでスカイ、ちゃんぽんでスカイ、うどんでスカイ、ラーメンでスカイという4個ですね。これ珍しいです。なんか生温かくても、まあよくふやけて食べれるような感じなんですよね。その熱湯じゃなくても大丈夫みたいなことを聞いたことがあるんですが、ただし失敗の場合は主人公レッドバロンの赤い機体にちなんでリンゴジュースの3秒早飲みに挑戦します。どういうつながりか分かんないですけど、まあ失敗はないと思うんでね、頑張ってみたいと思います。はい、それではスカイキッド22面より最後までスタートです。スカイキッドはこの1種類のミサイルで地上の敵も空中の敵も倒していきます。まあ、シンプルなんですけど死ぬほど難しいと言われてますね。なぜならこの時期が遅いんですよ。で敵の弾が速いし、この後半面は乱射してくるということで難しいと言われてます。この破片とかに当たってもダメですからね。危ない。このピラミッドもダメだし、今後ろから狙われましたからね。地面も触っちゃいけないと。だからスレスレを言ってるってことですね。でこのミサイルを取り敵の基地に打ち込むと。まあ打ち込まなくてもいいんですけど、打ち込むと点が入るだけなんですけど、でもその方がまあやった感は出るというかね、やってやった感は出るというか。ということで一応狙っていきます。なおなおなお、危ない。で基地が出てくるんで、そこにミサイルを打ち込む。真ん中に入るとボーナス、高いボーナス。そうですね、はい、でようやくクリアと。気が抜ける暇がなかったですね。で基地を壊したんで最後の1っていうところでボーナスが入ってます。で23面ということですね。これ後ろから来てやばいじゃないですか。でまあ早速爆弾を拾い、水面ギリで敵を倒してくるみたいなことですね。あぶね、こっち向いてたじゃないですか、砲台が。あぶね、水面ギリで。でここに基地が出てくるんで落とし破壊する。まあ破壊しなくてもいいですけど点が入るよね。この破壊を考えるとよりむずくなりますからね。やばい、危ない。あ、でもちょっとミサイル離しちゃいましたね。本来はこの、戦艦っていうのなんていうの、これの上にあの頭の黄色いところに当てて落とすんですけど、まあ、とりあえず落とされちゃったということですね。ミサイルを撃ち落とされちゃった。この時展開ができないんですよね。それもやっぱ難しく難易度を上げてると。でもう一個基地があるんで、これか。ああ、しまう。半身に当たっちゃってましたね。でも雪だるまのところで展開すると、まあ、ボーナスが入るんですけど、今ちょっと狙う隙がなかったですね。まあこういう感じで展開だと、展開の素早い動きができますね。今危ない。で一応この、あ、一個変えられなかった。ああ、でもなんとかクリアしましたね。危なっかしいですね。ちょっと動揺してんじゃないですかね。そして24面はシューティング
中流なんですかね、なんですかね、あのトレーニングか。なんでやられることはないということですね。敵も出てこない。的を撃つみたいなことですね。こんな感じで。で上に行ったりすると今度下に行きづらいじゃないですか。これはなかなかむずいんですよね。どっちから行く、どう打っていくみたいな。まあ一応下から行き。で、一応これで決まったっていうんですかね。まあ死にようはないんですけど。で一応着陸しましたと。決まりました。はい、ここはトレーニングなんでね、まあやらないんですけど、次の25面が超やばいですね。最近もって言っても過言ではないですね。いきなりやばいじゃないですか、この攻撃。超やばくないですか、これ。まあ、ボタン連打で一応復帰はできるんですけど、復帰をすると、次、復帰するときにボタン連打がより必要になると。ということですね。だからより追い込まれてますね、これね。この雷様、この下の稲妻がやばいんで、上から抜けると。一応基地を破壊することも考えて持っています。こう爆弾持ってると、まあ、展開旋回ができないということで、まあ、不利になる。でここに基地があるということですね。はい、決まりました。どうもあった、まあ、点が入るだけですけど。まあ、この噴火を抜いて、噴火は結構やばいですね。岩に当たって、また岩に当たって地面に落ちるみたいな。この後ね、噴火が2連発ありますね。まあ、雷様はちょっと上から抜けて、この女性のところでハートを取るとクリアした時にボーナスが入ります。いきなり撃ち落とされましたけど、まずちょっと手前から始まるかな。雷様、噴火、噴火、噴火でクリアですね。ちょっとこの女性のハートを取る隙はないですからね。やばくないですかこれ。まあ一応復帰はできるんですけど、なんちゅう追い込まれ方だって話じゃないですかこれ。ああやばかった。なんとかクリアした。やばくないですかこれ。そして最終面、ボスも一応、ボスが基地も、ね、破壊してますよ一応。これは狙わない方がいいんですけどね。最終面来ました。やべやべ。ここスカートをめくるとボーナスみたいなね。やべえ、わかりますよね、やばいですよね今のね。もう今ステージしかなかった、ちょっとあのビルに当たってやられるとこだったんで。くぅやべえ。くぅやばくないですかこれ。この基地が破壊できなくなったってことですね、爆弾を取られちゃった。やばくないですかこの花火みたいな、破片に当たっても死にますか。やばい。ここもやばくないですか、かなり。どっから始まるの。まあここか。まあ基地があって爆弾がないんでどうにもなんないってことね。もうどんどん行っちゃうしかないってことね。これでもどんどん行っちゃうしかない。この下から破壊していく。でラスボス近いっすよ、ラスボス。
あ、無理なのか。ミサイル持ってないから破壊できない。次に行くしかない。これラスボスです。もう一回チャンスがあるんですよ。ミサイルを温存してどうにかしないとどうにもならないってことね。どんどん行っちゃうしかない。どんどん行っちゃうしかない。やばいよ。ギャーちょっと待って、あの真ん中当てないといけないんですよ。今外れたんすよ。外れたんすよ。そうするとこれ多分もうやられるしかないんだよ多分。ちょっと待ってくれこれ。あのね、あ、だって今のところ基地ねパーフェクトに壊してたのに、これは墜落っていうカウントですよ。これどうにもならないということですね。はい、ということでね、今回はまあ惜しくも失敗っていうことなんですかね。失敗したんですかね。あのですね、一応言いますと、最後ボスを2回逃すと自分の意思にかかわらず落ちていく、墜落していくんですよ。これはまあ仕様っちゃ仕様なんですよね。だから落ちたくて落ちたわけじゃないんですよね最後はね。最後の最後もう一回やればな、そこからまああのリカバーできたんですよね。落ちた後でもう一回ボスの手前からスタートするんですけど、まあということで、じゃあ今回は失敗ということでいいんですね。意義ないですね皆さん。失敗したんですね僕はね。ということで、じゃあ失敗らしいんでね、罰ゲーム、リンゴジュースの3秒早飲みに挑戦。まあ僕はあの飲み物すげえ飲んでたって話しましたけど、まあ早飲みも得意なんでね、今年が年なんで控えてますけど、得意っちゃ得意なんでやってみますか。はい、ということでね、リンゴジュース注いでいただきました。入ってますね。これを3秒で早飲みと。今後だったら3秒でいけるんじゃないですかね。いけると思いますけどね。はい、じゃあいいですか。いきます。はい、よーい、うん、スタート。これどういうことですか。何何これ。はい、今回はドッキリ企画で、スカイキットということで、スカイオスカイということでお酢を飲んでいただきました。やかましいよ。いやいや、なんかね、酢を結構一気にグイッと飲んじゃったんですけど、なんかね、嫌な感じで体の中があったかくなってきて、だって涙出てきてるもん。これ出てますね僕涙。いやきつい。酢を一気飲みするとこんな感じになるんですね。いや、まあでもお酢なだけに酸っぱい。今回失敗したということで仕方ないですね。ということで、次の回はもっと一生懸命頑張ります。涙目になってますマジで。